はい、えー、今回はネットワークビジネスで1億円というシリーズでございます。何を隠そう私もですね、ネットワークビジネスの達人でございまして、ネットワークビジネスで1億円を稼いでいるんですよ。で、ネットワークビジネスっていうのは、なんで達人といるかっていうと、私はですね、アフィリエイトを先にやってるからなんですよ。アフィリエイトという、そういった媒体を活かして、そこに、 えー、まあネットワークビジネスの商品を入れていったってことです要するにアフィリエイトがうまくいくってことは顧客との信頼関係ができているってことなんですよでそこに当てる商品が今度はネットワークの商品ですよってだけなんですよねだから多くの方が失敗するのはこの媒体もないのに知り合いが少ないのに紹介できる人が100人もいないのにやっちゃうんですよねこれねネットワークビジネスで100人も知り合いがいなくて成功できないんですよ これをですねネットワークビジネスを進めてる人が言わないといけないんですよね、えー。だってネットワークビジネスのデータ取れば分かるんですけども、人1人が紹介できる人の平均値って、1人が8人に紹介するのが大体平均値らしいんですよ。8人ですよ。たった8人。だから友達が多いなーっていう人でも、 10人とか20人紹介するのがやっとで、100人に商品をお届けできる人っていうのは、まあ、めったにいないんですよ。そういう人はもともと社会で成功している人で、お金に困ってない人だと思います。お金に困ってないから余計にですね、ネットワークビジネスがやりやすいんですよね。さあ、そんな感じでですね、他にも原因がありますけども、ネットワークビジネスでプレゼンをしようと思ったら、プレゼンする時間が必要ですよ、と。週に1回とか2回しかない休みを全部ネットワークビジネスに振り向けて、それでも8人ぐらいしか紹介できないと。 8人紹介してサインをさせたとしてもその中のビジネスとして動くのはデータ上1人か2人しかいないってことがあるときにこれねほとんどの人はうまくいかないんですよだから何をするべきかっていうとネットワークビジネスをしたいんだったら最初に媒体を作ることです媒体ができなければネットワークビジネスをやらない方がいいですネットワークビジネスの私が達人になったのはまず最初に アフィリエイトという形でですね、媒体ができたからなんですよ。で、YouTube で媒体を作るっていう方法もあります。YouTube でいつも再生回数がね、数千回ある人はネットワークビジネス何をやってもうまくいきます。そういうふうにロジック、組み立てていったらいかにですね、ネットワークビジネスを進めてくる人が人脈がないの、人脈がない人が自分のところに来てるかってことが分かると思うんですよね。まあまあそんな感じでございますね。で、私が、あそれでもね、 ネットワークビジネス、例のやつを進めてるのは、どういう方法でうまくいくかっていうと、これはやっぱりね、吉田さんに言われたように、ビジネスができない人とかね、それから努力し,ないしたくない人とか、とりあえず稼げればいい人っていうふうにターゲットを絞っています。で、どういうふうになるかっていうと、例えば30万円で情報商材を買うとするじゃないですか。 でも情報商材を買った後に自分の時間を投じて自分の意識を通じて労力がかかるんですよ。で労力をかけた後に結果として儲かるかどうかっていうふうなことが分かるのが数か月先ってことになります。ひどい時には1年先とかね。でしかもそれはねもう儲かればいいですけども儲かんないんですよほとんどの人は。30万を取り戻すことすらできないんですよ。で私のおすすめしてるこの例のやつってのは30万円で始めるとすると大体いい毎月1万円前後入ってきます。ね。 で、30ヶ月で元が取れるかっていうと、そうではなくて、元が取れるのもっと早いです。なぜなら30万っていうのは、最初にスタートした時に30万使ったものは、なくなるんじゃなくて、返ってくるからなんですよ。そうなんですよ。30万円が40万円ぐらいになるよって話なんですよ。<laughs> だから、最初に30万円投じて、情報商材だったらなくなるだけです。でも、私のお勧めする例のやつは、30万円がなくなるわけじゃなくて、ずーっとあなたの懐に戻ってくるためにあるわけなんですよ。で、その上で、ほとんど無作業で、毎月毎月1万円前後振り込まれてくるって。 ここれ良くないでですすかってことですねでもう一つ私がね、ネットワークビジネスの達人として、私の話に耳を傾けた人にやってきたのは、紹介者を私が代わりに出してあげるってことですよ。うん、だから多い人はね、400人ぐらい一人の人に紹介者を出しました。そしたらどう考えてもこの人、ボーナス取れますよね。紹介報酬が。うん、そういうふうなことを私もずっとやってきたんですよ。自分が紹介を出すのが得意だから、早めに参加した人には、私の紹介者をどん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 こうね、 えー、つけててあげるって形を取りました、えー、そして、えーまあ、あの私はねこの何年間か5年ぐらいやってきてこのレイラーズや,やってきてもう今年のね4月ぐらいから紹介者を出すことを消極的になったんですよ。 ということは、その頃に参加された方には、ダウンラインはもうね、期待できないですよって話をしてるってことなんですよ。私がダウンラインをいっぱいつけることを見てきて、参加したんだとしたら、私はもう出さないですからねと、出したとしても、月に1人とか2人になってきますんで、まあ、もう後はあとはね、自力でやってくださいって話にします。まあ、ですんで、私がネットワークの構築をすごくね、早くできた、1億円に結びつけたのが、すごく早かったのは、まず1つは私には発信力があって、すでに媒体が整っていた、アフィリエイトによる媒体が整っていたってことがまず第一です。 でもう1つはですね早く入れば入るほど紹介者を出してあげれるんでボーナスがものすごく入りますよってこれはね別に約束したわけではないんですよ仕組みを説明する中で私がどのペースでね紹介を出してるか1日10人とか多い時には20人紹介出してるわけですからそういうことを見てくるともしかしたら今の参加していったら久保さんが紹介者をつけてくれるかもしれないっていうふうに連想して参加してるんですよだからいろんなね作戦が入ってるわけなんですよねこの作戦がない人がネットワークビジネスやってもうまくいくわけないんですよ うん、ネットワークビジネスっていうのはうまくいく人があ一握りの人がね、えー、まあお金持ちになるための制度ですから多くのなんとなく参加した人は全然お金を手にすることができないんですよねましてや最初の参加費でマイナスになってしまうんですよ私の紹介する例のやつっていうのは参加費でマイナスになるってことがありませんなぜなら参加費は9800円だからです9800円で大けがはしないですよね最悪失っても9800円です だったらいいじゃないですか。そして私は100%の人に利益を提供してきました。そんなネットワークビジネスライフでございます。一応ネットワークビジネスの私のね、挑戦っていうのはここで一旦終わりです。もう十分です。もうネットワークビジネスはこのまんまね、私の1000人の組織をサポートするだけで終わろうかと思います。1億円の稼ぎ方、様々紹介してきましたけども、今日はネットワークビジネスでした。皆さんはね、どのような形でネットワークビジネス MLM に取り組んでいるでしょうか。それでは失礼します。